1783年から哲学会の会合が開かれたダービーのコーンマーケットダービー哲学会は1783年にエラズマスダーウィンが設立しダービーの紳士たちが集ったクラブこの会には多くの著名人が集まりまたダービーでは初めてとなる組織による図書館を開き特定の階級の人々にそれを公開したクラブと教会は ジョージ王朝時代のイギリスにおける公的・反公的活動で最も大きな役割を果たしたものの一つであった。ただしより格式の高い集まりの多くでは女性は除外されていた。多くのものがそれまで自然哲学と呼ばれていたであろうところの科学に強い関心を寄せヨーロッパ啓蒙の一部としてアイデアの発案と普及の重要な地域的中核に なっていたと考えられる。形式払ない集まりもあったが、規則と統制によって、高度に組織化された会もあり、自らの部屋や建物を所有している会もあった。多くは、蔵書のコレクション、科学実験の器具、博物学に関する展示品を持ち、それらの品々は購入したり依存されたものであった。ダービー哲学会の会合は18世紀に開かれ、 その参加者には例えば、ルナーソサイティ会員であり1775年に、ロンドンへ移り住む前のジョン・ホワイトハースト等がいたかもしれない。会合は少なくとも1779年までは開かれたが、それ以前にも他のクラブや同人が、ダービーには存在していた。それ以外にも、やはりホワイトハーストが関係した、ある会には、画家のジョセフ・ライト、その友人のピーター・ペレス・バーデット、 オールセインツ協会のレブ、ジョシュア・ウィンターがいたようである。ダービー哲学会は、エラズマス・ダーウィンと彼の仲間たちが1783年に始めたもので、それはダーウィンがロンドンからダービーに移り住んだ直後、ニーズマのエリザベス及びその家族と共にラドバーン、ホールで短期間過ごした後だった。会は1784年、ダービーのフルストリートにあるダーウィンの家で正式に発足した。 彼は会員たちに挨拶状を送り、そこで会の目標として彼が望むもの、例えば図書館を所有し、さらには出版物を発行することが述べられた。彼はまた、ルナーソサイティと合同で会合を開けるようになることも望んでいたようである。会の目的には様々なものがあったが、とりわけ蔵書の素晴らしいコレクションを作り上げ、ゲストを喜ばせた。ゲストの一部は、 記録に残されている。会の参加者たちは、リンネの著作のラテン語から英語への共同翻訳に関わった。会員の中でも最も卓越したものによって注釈をつけられた植物の体系の翻訳は、エラズマス・ダーウィンの名が初めて現れた本である。会の会合は、フルストリート3番地にあるダーウィンの家から遠くない、ダービーのコーンマーケットにある、キングスヘッドインで開かれた。 設立メンバーは7人、8人、10人と様々に言われており、具体的には、リチャード・フレンチ、スニード、ドクター・ジョン・ホリス・ピゴット、ドクター・ジョン・ベリジー、ドクター・エラズマス・ダーウィン、トーマス・ギズベン、ミスター・フォックス、ウィリアム・ストラットが挙げられる。とはいえ、ギズベンとスニードは、ダービー在住ではないため、これは、会の存在に欠かせなかったダーウィンに7人を加えた、リストである。 会の記録が残っているものの多くの場合人物を名字のみで書き留めているため研究者はそれが正確には誰を指しているのか注意しなければならない。会の目的の一つは会合を開くことだったが会員の多くはダーウィンのように医療関係者だったとはいえ関心の方向性は様々だった。後に入会した会員にはジョサイア・ウェジウッド、レブ・ウィリアム・ピカリング、 レブ、チャールズ・ホープ、ドクター、ピーター・クロンプトン、エラズマス・ダーウィン・ジュニア、ロバート・ダーウィン、リチャード・リーパー、ヘンリー・ハドリー、ミスター・ヘイデン、ミスター・ファウラー、ミスター・ジョンソン、差し詠れる、ポール、ウィリアム・デューズベリー・ジュニア、ロバート・ベージ、リチャード・アーチデールがいる。会員の約半分は、ウィリアム・ブルックス・ジョンソン MD のように医者だったが、他の会員には、さあ、 ロバート・ウィル・モット、銀史のジェディダイア・ストラット、詩人かつ、紳士のサー、ブルック・ブース・ビー、科学者のチャールズ・シルベスター、地主のチャールズ・ハート、レブ・ルーズ・コーク、トーマス・エヴァンスのように社会的に大きな影響力を持つ人物もいた。クロンプトン、リーパー、C.S. ホープは皆、後に、ダービー市長となり、初代ベルパー男爵のエドワード・ストラットは、後期の会員の一人である。 ダーウィンが1803年に没した後、ウィリアム・ストラットとリチャード・フォレスターの2名は共に会長となった。ストラットは設立メンバーの一人であり、フォレスターはやはり設立メンバーのリチャード・フレンチの息子だった。地元の教師で哲学者のウィリアム・ジョージ・スペンサーが1815年から会の初期を務め、その息子の哲学者、ハーバート・スペンサーはダービーの文学的。 科学的気風に大きく感化されていた。適者生存という造語が、ダーウィンの孫の進化論に関する著作を読んだ、スペンサーによって考え出されたという点は重要である。会に関わった他の著名人として、アブラハム・ベネットがいるが、求心的な大臣で、ダービーの風景を表した、ジェームズ・ピルキントンとは違って、会員になったことはない。ダーウィンは、 会の重要人物として存命中、ダービーのフルストリートに住居を構えていた。その家は今では取り壊されてしまったが、ダービーの貢献及びダービー哲学会の設立を記念する記念学が2002年にその地に据えられた。ダービー哲学会は18から19世紀の間、ダービーに存在したが、それは当時のイギリス地方部における社会的な 科学的風土の重要性を反映する多くの文学的、科学的集いのうちの一つに過ぎない。他の例としては、1808年から1816年頃のダービー文学、哲学会、ダービー職交講習所、ダービー資源博物館、1834年発足の博物学協会、1840年代から1850年代にかけて盛況だった。 文学、科学協会を挙げられる。1810年に開院した革新的なダービー、シャー、一般病院、1840年に開園したジョン・クラウディウス・ルードンのダービー植物園もこれらに加えることができるだろう。両者はダービーの哲学者たちの活動と強い結びつきを持つものであり、科学に関する社会的な基盤を醸成することに役立った。 1858年、ダービー哲学会はダービー主軍博物館及び、博物学協会と合併するにあたり、ダービーのウォードウィックにある建物に移った。これには、会の蔵書4000冊、数学及び科学の実験器具、化石標本のコレクションも伴った。ありがとうございます。